はい、松潤さん、山根さん、昨日はね、ズーム対談の方にお付き合いいただきましてありがとうございました。私もね、映画監督っていうのにも憧れていましてね、今はそれをやってるような感覚なんですよ。そして同時にですね、タレントもやりたいなと思ってたんで、この YouTube っていうのはうってつけなわけなんですけども、そういう意味でね、1時間にまとまるように、台本を、台本っていうかね、ちょっとかいつまんだ事前通告っていうものを事前にお渡しして、それを組み立てていくことと、司会をすることによってね、なんとか1時間にきれいにまとめようかなっていうのの中で、限られた時間ではあったと思いますけども、最初はね、1時間とか、1人の場合は30分ぐらいでまとめると慣れていくんじゃないかなというところで、私のスケジュールに合わせていただきました。でも今後はですね、もっともっとフランクに自由にやっていく面があってもいいと思うんですよ。例えば2時間とか3時間とかね、飽きるまでやるとか、台本抜きで本当に雑談のようにその時のノリでいくみたいなね、いろんなパターンが考えられると思いますので、これからね、そっかミュージックステーション第2回も考えていってもいいと思いますし、もしくはね、松潤さんが独自にやられるのでもいいと思いますし、他のパートナーさんを連れてきて、その方とね、松潤さんのお知り合いの方とズームの私の部屋を使ってやるっていうのもいいと思うんですよ。いろんな企画を考えてやっていただきたいと思います。そしてこれから松潤さんに対してのちょっとアドバイスになってきますけども、私はね、アクセスの高いところに松潤さんの URL を置くことはできるんですよ。でもその松潤さんの URL、 いわゆるコンテンツですよね、コンテンツが次も期待させるものでなければ、チャンネル登録も起きないですし、再生数も伸び悩むってことになります。で、そういう意味でちょっとヒントになるのがね、最近川原浩二さんって方がいらっしゃいますよね。で、川原浩二さんにしたアドバイスとしては、西成浩二というね、もう一人の自分を作って、そっちではもう結構ね、暗い、ダークな、強い、怖い、そういう風な感じでちょっと押してみたらどうかなっていうことで、サングラスをかけていただいたりとかね、ちょっとね、こう怖いなんていうんですかね、もうおヤクザさんと言ったらね、言い過ぎかもしれませんけども、そういったいわゆるね、ジャイアン的なオラーラのノリの動画を作ってみたらどうかなと。そして川原浩二さんはとっても明るくてね、優しい役ということで、一人二役をやってもらったんですよ。で、これによってちょっとね、アクセスが伸びているところもありまして、なかなか面白いなと思ってるんですけども、こういうのもね、ヒントになると思うんですよ。で、YouTube っていうのはこれからいろんな戦略をお話していこうと思いますけども、アクセスアップとかチャンネル登録のね、ためのいろんな作戦をお話していこうと思いますけども、さあそれにね、やっぱりこう自分のアイデアを乗せていけるかなってことと、自分のキャラクターを壊さないように自分なりの発信が融合させていけるかっていうところが、これから修行になってきます。あとはやっぱりね、先ほどの川原浩二さん見てもお分かりになると思いますけども、動画のアップロード本数とかね、そのテーマがね、やっぱり多岐にわたってるってことなんですよ。だから一つのテーマでグーッと押していく戦略もありますし、たくさんのテーマで、たくさんのね、視聴者さんを囲うっていう方法もあります。それはこれからいろいろとね、再生数とかを見ながら考えていかなければなりません。この辺も一緒に学んでいきましょう。そして山根さんね、山根さんなんですけども、もう1年以上ね、こうやって私の YouTube にお付き合いいただきまして、もう今でもね、本当にこう腰が低いというかね、私の方がお願いしているのにね、出させていただいてありがとうございますみたいな、そんな形で恐縮でございます。もちろんね、これ松潤さんもそういうふうに思っていただけて、私も開催できてよかったなと思うんですけども、その山根さんっていうのはね、いろんなテーマを動画で扱ってるんで、例えばね、筋トレのことでも山根さんを思い出すから、ガチンコマッチクラブと組み合わせることもできますし、それから松潤さんと音楽で組み合わせることもできるし、あとは西アクラソンっていう、そういった背景もあるんで、ロッキーのね、部分と組み合わせることもできるし、今度はね、メガデスを語ろうとかね、そういったものもいいと思うんですよ。その他にも山根さんとはこう組み合わせるテーマっていうのがいろいろ思いついちゃうんで、他のね、速稼塾 YouTuber さんとコラボしてみたりとか、あとはね、岡山県内集まれみたいな形で、花井龍馬さんとね、組んでみるとかっていうのもあると思いますんで、これからもいろんな企画を持ちかけたいと思いますんで、お付き合いくださいませ。いずれにしましてもね、山根さんにしても、それから松潤さんにしても、これから私の考えうる限りのアクセスアップとか、それからファンのね、作り方に対して貢献して、恩返しをさせていただこうと思いますので、何卒お付き合いくださいませ。本日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。そして他のね、 YouTube に興味を持っている方とか、 YouTube をすでに始めた方、こういった形で私はね、2021年は YouTube を使って、 Zoom っていうのを徹底的に使ってですね、皆さんの支援をしていこうと思いますので、まだ YouTube ちょっと始めてないんだよって方も、これを機会に始めていただくのと、あとはね、 YouTube やってるんだけども、そういえばしばらく更新してなかったかなとかね、数字ちょっと伸び悩んでたかなって方は、私がついてますんでね、ぜひ飛び込んできていただきたいと思います。これ最後に申し上げますけども、
私はチャンネル登録1万4000人を超えてます、おかげさまで。で毎日数百人ずつ増えてます、今でも毎日増えてます。というところでね、私のチャンネルの中で紹介すればアクセスは高まる可能性非常に高いんですよ。だって1万人以上のチャンネル登録がいる、そんなね YouTuber さんに紹介してもらえる機会ってのは多分一生ないと思うんですよ。私はそれをどんどんやってくださいっていうふうにねお勧めしてますんで、ぜひね持ちかけてきていただければ、チャンスを生かしていただければと思います。これからもよろしくお願いします。では失礼します。